アリス・イン・ナイトメアおそらく最終章になるんじゃないかなと思っております。ちょっと行きましょうか。はい、日本が死んで舞台はバラバラ、うん、戦いは始まっている。我々を救うかさもなくば一層殺してくれ。うん、了解。今のはチェシャ猫の声ですね。さあ、じゃあもう行っていいのかな。ハート、わ、なんだ回復きた。お、ハートマークになったということは、まあ、ハートの女王が待ってるんじゃないかなと思いますけども。うん、女王の本拠地編乱戦を抜けてという感じで、うん後戻りできなくなったようだ。さあ来た。うん、なんかポーンが、あ、戦ってる戦ってる。赤の軍と白の軍って感じですね。兵士たちも戦ってるのか。じゃあ了解で、一旦まあこのフロムノーというか、まあ一旦戻るよねなんもないかな、さすがになんもないかな。はい、うん、なんかハートの形してるな、なんかね、ハートの女王らしいステージじゃないでしょうかね。さて行く寂しいな、なんかな。やばいやばい、やばいやばい、この数はやばいな。さあちょっと行って、当たった、遮蔽物当たった。遮蔽物があればねまだいける。さあラスト行きます。 OK、 いたーで4体やったっすね。はい、まあジャックがねやっぱ終始やっぱ優秀でしたねやばいやばいこんな感じで出てくるのか。 OK、 一体やったかな。まあ体力が多いんでね、もうだいぶカットしてると思いますけども。はい、終わった OK で、こまめにセーブしていこうかね。はい、まああのなんかね、鏡の国のアリスとか不思議の国のアリスとかね、また改めてねなんか見たりしてね、なんかねやっぱいいですよ、縁というかね、なんかそのゲームをやってるのを調べるっていうのもねやっぱ楽しいよね、なんかね。さあこれは危ない、危ない、これは危ないOK、 さあこの細道でだいぶ出てくるな。しかしうわ、いやめっちゃ出てきてるけど、ちょっと待って、これやばい、 FP がないナイフの右クリックでこう投げれるんですけどねこれでいくしかない。現状 OK、 OK、 いたいた、いったけどあと1体いるんだよな。 OK、 ちょっと回復取ろうか。 OK、 OK、 いったいった、危ないとこやで。6体出てきたな今トランプ兵がね。あー、でっかい回復あった。あるけどさ、これ出てきたらやばいよ。OK、 あー、達成してきた、よかった。さあ出てきそうだけど、来た悪魔の箱使う、ちょっと悪魔の箱来た、久々に来た。ナーガ来た、ナーガ来たあぶね、あれナーガやられてないか。ナーガかどうかは知らないよ、俺が適当に言ってるだけなんでね。オキアだちょっと待って、死ぬほどいるんだけど。いったなんかね途中からね参戦してくる人が多いな最初4体だけだったんだけど、あーでもこの感じだとまだまだ出てきそうだな。うーん、でまたハート型になってまして、あ、あそこにある、バサカモードていうか、まあヒステリーモードねどう、ここ登れないよね、どうやって行くんだろう。あ、でっかい回復、あ、これは出てくる間違いない出てくるんでしょう。
さあ、争うか、これ。オッケー。回復、ちょっと、やめてよ。ちょっと待って嘘、こっからいや、今のはあれだったね。クリアリングミス、完全に。右見てなくて、もう回復取ろうと必死だったもん。ああ、参ったな、しかし。あ、で、さっきやられたとこにやっと戻ってきた。OK、やった。ああ、ああ。OK、全回復。さあ、もう終わりかな。OK、もう出てこないよね。いいよね。オッケー。入った。生涯への戦い。さあ、またまた。わ、なんか食事っぽい壁。ほんで、まあ、戻ることはできなくなったようです。まあ、相変わらず下は溶岩ですね。まあ、上に行くのかな？どうなんでしょうね。これいける？後悔？やべ！またえらいとこにいるな。オッケーオッケー。あ、いいよいいよ。はい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 。うわー、すげえとこに出てくるな、しかし。あ、でっかいハードも取っちゃおう。取っちゃっていいよ。さあ、もちろんセーブしてきたよ。で、お、なんだこのダークソウルみたいなもの、あのオルロンドみたいな。やばい、危ねえ。ちょっと待って、どこどこ、そこが。了解了解。ちょっと一旦こっちに行きたい。じゃあちょっと待って、ジャック頼む、ジャック頼む。ここ食らうけどしゃあない。オッケーオッケー、行った。いや、しかしもう終わり楽しかったな、マジで。こんなゲームないよ。なんかね、昔のやっぱ感じじゃないですか、グラフィックとかもね。でもね、もう全然面白い、ほんと面白い、すごいと思う。ああ、で、こっから、え、これどこに行くんだろう。ここかい。え、あ、ここっぽい。あ、溶岩の音なくなった。やべ、なんかいる。やった、なんかすぐやれた。あ、やべやべ、ちょっと待って、この距離やばいて。ジャックが戻ってくるの、ちょっと待って。あぶね、これジャック頼みだな。オッケー、やった、あった、やったやった。危なっ。うわー、下もやばい。ここ出てこられたらやばいな。この穴から出てきてたな。出てきそうじゃ。出てこんのかいて。最後は出てこんのか。うわ、なんかこんなこじんまりしたところに行けるな。やべやべ。ちょっと待ってよ。オッケー、ジャンプ打ち大成功だった。やってないのかい。さあ、ラスト。まあ、ちょっとずつ上に行ってるな。あ、なんかいる。オッケー、やったっすね。で、下に降りまして、うわ、これ行く。まあ一応行くか。うわ、あそこにヒステリーモードがあるな。で、ああ、待ってね。ああ、ここ行けます。あ、行けた行けた。なんだかな。じゃあもうこっからやろうか。うんうん、これでいいんじゃないか。
やっぱ一回バウンドさせないとダメだな。まあ一回行こうか。一体だな。はいはい、オッケー。さあ念のためにでっかいハートは残しといてね、これね、残しといて。さあ迷わずセーブして、ヒステリーモードは、またいるな。オッケー、やった。はい、わあ、またえらい狭いところに出てくるな。あ、微妙に食らってないな。となるとアイスワンドで行こうか。食らってるよね。オッケー、上にもいるな。オッケー、ああ、なんか上にいる。もう一回ゴリ押しでいくしかない、これは。食らった。さて一回出せるかこれ。あ、出せた出せた。オッケーオッケー。ああ、でっかいハートいただいた、いただきたいよ。ちょっと危ねえ。はい、さあセーブしてきた。ああいや、もういるもん。こっから届く？これもナイフでないと無理じゃない？もうちょっとだな、もうちょっとギリだな。オッケーオッケー、こっから行くしかないよ。もうえらい敵の配置してるな、しかし。オッケー、行った行った行った。はい、でジャックにしといて乗って、はい、で一旦こっちだ。はい、あー、まあ全回復、うん、どこだ。あ、下にいるの。あ、下はいいのかい。割ともうダメージ与え放題だけど。まあたまにはいいよね。あ、いけるいける。ここもいけるんか。あー、はい、ちょっと一応取っとくか。なんか敵から出た回復アイテムとかはね、消える。まあ、なんで、なるべく取ったらいいよね。だって、うわ、いけるようになってるな。ここから。ああ、だいぶ上に行けるんだな。はい、じゃあこっちか。うわ、触手がうごめいてますね。敵がで、ね、どこにいるかが問題なんだよな。怖いて。さあ、ちょっと外に出てきた感じですね。うわ、なんかでっかい。ドアが明らかに明らかに女王。下にいたら嫌だな。あー、なんか食らった。さあ一体。 OK、 やった。打算回、あー、前回よくしてたな。うわー、まあなんかあれに似てるな。アリスマドネスリターンズにもね、なんか出てきましたけど、ラストっぽい感じ。さあ本当にラストかい。若干寂しいよ本当に。あ、行こうか。あ、いや、まだか。どっちなの、続けたいのか。めっちゃいるよ。開けて下向けてこうだな。あ、いや、届いてないな。あー、やられた。どうしよう、悪魔の箱出す。ここは
アグモの方向。一発来た、一発で来た、ナーが来た、ナーが来てー。ない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 、あ、ナーがいいよ、そっちそっち相当助かるよ、ナーが。ここに攻撃してくれると相当ありがたい。あー、すごい落ちてきた。悪魔の保護、ここに来て役に立ったな。あ、でもまだいる、まだいてくれた。あ、いいよ、あ、いいよ。あ、すごいすごい、倒してる倒してる。ちょっと回復取ろう。え、何これ、なんか虫がいた。うわうわうわ。なんかめっちゃ速くなったけど。うわ。やばいやばい、制御できないってこんな。いや、これでもいたな、あの途中にあの、まあ、攻撃するけど当たんないみたいなねとこあったね。ここはいけそう。オッケーオッケー。こっから行くか、じゃあ。オッケーオッケー。そこ、左は大丈夫ですね。オッケーオッケー。いたやった。落ち着け。いたやった。あ、いった。ああ、セーブしよう。ああ。あったあった。なんか、あ、あれだ、ジャンプがおかしい、なんかボヨンボヨンになってる。ちょっとマジでどこにいんのよ、一体どこにいるかだけ教えて。あ、いた。あ、まあでも下のやつはね、そんなになんか当たってる、まあ当たってるんだろう多分。はい、おっと、これはエレベーターっぽい。あー、参ったなー。じゃあ行こうか。ん？うわ。うん。女王の城っていうところに入ってきた。ジョー、うん、女王はどこだ？この牙で噛みついてやる。うん。あの卑劣な女どこへ行った？相当恨まれてるな。しかし。さあ、まずはトランプヘイをちょっとやった方が良さそう。やったかい。ああ、まだいる。はい。ナイスナイス。うわ。落ち着いた？なんか音楽がすごい音楽だな。ああ、なんか上に行けそうだね、ここ。セーブしてきたし、行くか。うん、いけそう。さあ、三つ葉のとこにやってきたクラブね。ダイヤの部屋があって。やばい、後ろから来た。やばい。それはやばい。はい。ナイスナイス。いいよ。部屋に行かなくちゃいけないのかな？それぞれの部屋に。これクラブっすね。じゃあ一旦正面。あ、ダメだ。まあ、開いてないな。はい、スペード。開いてないっすね。まだいけないのかな。じゃあ下に一旦戻るか。一旦下に戻ってきまして。まあ、一旦このセンターに行くか。開く？あ、開いた開いた。はあ、ちょっと待って。開いたけどさ。やばいやばい、あぶねえ、あぶな、これエレベーターの下落ちたらやばいよ、それは。オッケー、あぶねえ。オッケー、一体やってるっぽいな。オッケー、やった。
さあ制御した。あーで上にいるな。あ、なんか絵が飾られてる。オッケー、行ったか。ナイスナイス。ほんでなんだろうね、下に絵があるな。でレベル、ん、進むべき道を見つけるものはわずかだ。気づかない者もいれば気づきたがらない者もいる。うん、レバー引く。なんか回転してるな。え、鏡になってる。あ、クラブ。ほうほうほういや、クラブだからなんだよ。ん、これで今クラブじゃないですか。クラブなんで上のクラブの部屋が開いたとかかな。はい、じゃあもう一回。はい、あ、ちょうどクラブですね。これが開けば、あ、開いた。そういうことか。じゃあそういうことだな。一個ずつ行くって感じかな。はっ、やべやべ、ん、え、ジャバオグ双子ハッター、ジャバオグ双子ハッター、これ覚えておけばいいってこと。ん、なんか開かないな。え、ジャバオグ双子ハン、ん、攻撃するのかな。攻撃したらなんか戻れる。どういうこと、合ってんのかな。正しいのはどれって感じ。あれ、また復活してんのかい。OK で戻ってみるか。あ、消えてる。じゃあ合ってるな、多分やってる感じ、今俺がやってる感じは合ってる感じ多分じゃあこの順序で正しいやつでいこうか。レバー引いて、その下の絵に合わせて、絵と同じものを攻撃するって感じですね。はい、はい、で正面に来たね。正面ジャバオックスね。ジャバオックはダイヤ。じゃあダイヤの部屋に入ってジャバオックを攻撃するって感じですね。じゃあまたさっきと同じ感じになるのかな。あーですね。また同じ感じでジャバオックを攻撃すると。じゃあナイフにしてジャバオック。はい、これで OK かな。あー、消えた消えた。オッケー、じゃあ残りはハッターだな。はい、じゃあラストかな。うん、はい、あ、じゃあハッターのところはスペードだったっすね。はい、さあラストになるかな、このパズルはね。じゃあナイフに変えといて、でまたハッターを攻撃すると。ハッターは君か。はい、うん、開いたっぽいよ。あ、そうかそうだった。ちょっと待って、じゃあ最後、最後というかさ、さあ悪魔の箱出しとく出た出た。あ、なんか強い人来た。あ、強いんかな。あー、すごい勝ってる勝ってる。あら、
あれなんか1体倒したら終わり？まあ、開いたっすかね。はい。ああ、ちょっとね、なかなか時間がかかりましたけども、一旦区切ろうか。ね、じゃあ、そんなわけで、アリス・イン・ナイト・メアの最終章っすね、多分ね。で、この先、女王が待ってるかどうかはわかんないですけども。一応区切ります。で、次回ね、多分ラストに、まあ、なるんじゃないかなという感じでございますね。じゃあ前半ということで、女王の本拠地編はね。はい。では、そんな感じで今回はここまでということで、ご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた。